はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。ということで今日もやっていきましょう。ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンシングルレーティング、よろしくお願いします。ということで、本日からウルトラサンウルトラムーンシーズン3第7世代シーズン9開幕でございます。ということで、まあ、このシーズンもいろんなパーティー使って、いろんなポケモン使って遊んでいきたいなというふうに思います。まあちょっと今日はパート1なので、まずは初心表明だけさせていただきたいなというふうに思います。今シーズンのまずメインストーリー、かっこ予定、かっこ閉じは、こちら。役割論理、バーサス、受けループ、どっちが本当に最強なのか。はい、まあ、ある意味ポケモンの二大巨頭と言ってもいいんじゃないでしょうか。役割論理という、まあ、パーティーと、受けループというパーティーですね。まあ、役割論理は簡単に言うと、ひたすら相手をぶん殴りまくって勝つっていう、まあ、サイクル戦に非常に有利な、ことを運んでいって勝っていこうみたいな、まあ、そんな感じの趣旨のポケモンを使ったパーティー。で、逆に受けループっていうのは、相手をひたすら攻撃を受けまくって、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 じり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 削って勝つみたいな、そんなパーティーですね。まあ、結構、両方ともね、結構、そのプロフェッショナルの方が多いので、まあ、わりかし有名で、まあ、僕もちょっとね、昨シーズンやろうかなと思ってたんですけど、まあ、結構でかいタイトルなので、ちょっとまあ、せっかくだったらもうシーズン1個のテーマにしちゃおうかなということで、やっていきたいな、というふうに思っております。まあ、なんか、それなりに役割論理のポケモンいろいろ使いつつ、受けループもちょいちょいやりつつ、まあ、2ヶ月の間の、まあ、そうですね、4分の1ぐらい、まあ、ハマっちゃったらわかんないですけどね、2ヶ月後ぐらいにめっちゃロンジャーになってる可能性もなくはないですけど、まあ、やっていこうかなと思ってます。で、それにプラスアルファして、引き続き、昨シーズンから、副題だったはずがいつの間にか主題になってしまった、いろんなジムリーダーとか四天王とかのポケモンパーティー使ってみようと、昔の、いろんな、パーティー構築使ってみようみたいな感じもやっていきたいと思ってます。まあ大体そんな感じでシーズン3は、お届けしようかなと思ってます。うん、まあ一応ね、まあビビオンちゃんの件もあるんですけど、まあ途中で僕すごい気分屋なんで、全然別のことやり始める可能性も全然あるので、まあ、そこら辺はある意味、まあ、台本のない、筋書きのないポケモン実況としてね、ご覧いただけたらなというふうに思います。はい。ってな感じで、じゃあまずはパート1ですから、やっぱり役割論理からいきたいと思います。はい。今日のパーティーは、まあ、とりあえず一軍ヤケモンから全部、揃えました。まあ、とりあえずその辺の専門用語とかは、おいおいね、喋っていきながら、バトルしていきながら解説していくとして、とりあえず今日はこの6体で、潜っていきたいなというふうに思います。それでは、対戦、よろしくお願いします。はい、対戦お願いしまーす。ということで、一発目からこんなの、マジっすか。なんか、今シーズンにふさわしい開幕戦みたいな感じがしますね。はい。ということでよろしくお願いします。役割論理の動画というか、まあ、役割論理っていう、なんか、業界にはですね、ロジカル語法っていう、まあ、語法があるんですよ。まあ、いろんな専門用語だったり、特殊な喋り方だったり、まあ、あるんですけど、ちょっと多分、ね、聞き取りづらかったりとか、まあ、僕が喋ると気持ち悪かったりとかすると思うので、極力控えめに、でもまあ、せっかく役割論理の動画やってるんで、だったらちゃんと使わないとねっていうところもあるんで、要所要所で使っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。そうですな。まあ、かなり、役割論理対受けループは、正直言って、受けループガン有利なんで、確か、じゃなかったかなって思うんですけど、とりあえず、ヤートム投げて、ヤートム投げて、メーターグロス投げて、どうしますかな、ラス1を、ラス1、誰がいいんですかな、わからないんで、ヤンドロス投げます。はい、対戦お願いします。確かね、確かそんな感じでしたよね。まあ、ぶっちゃけ言って、やっぱり攻撃技だけなので、なかなかこういうパーティー止めにくかったりするのもあるんですけど、まあ、反面役割論理って、すごいわかりやすいんですよね。僕も実はポケモン、いろいろ勉強していく中で、一番最初に結構見てたのが、役割論理の動画なんですよ。ラッキー。そう。だからね、すごくね、ずっとやりたかったんですけど、なかなか結構ポケモンが特殊でというか、まあ、振り方が特殊ですよね、努力口ぶりがね。なんでそういう意味で、なかなか用意できなかったんですけど、まあ、とりあえずは、そうですね、これは対面不利なんでボルチェン打ちますかな。はい。まあ、向こうは向こうでステロかなんか巻いてくるか、まあ、毒打ってくるかどっちかですな。とりあえずラッキーを倒す以外ありえないんで、まあ、とりあえずはランドロスで畑落とす、ガンガン打っていって相手の道具を落としていく感じがいいんじゃないかなと思います。はい。さあ、とりあえず何を打ってくるのか、ステロか毒か小さくなるか、ステロ、はい。まあ、とりあえずステロ巻いて、ね、サイクル回していく感じになると思いますけど、でここで、とりあえず、まあ、トンボ打ちたいところなんですけど、まあ、ラッキーはバックするんで、
ラッキーバックしない、嘘ーっとー、マジそれ、急所、進化の奇跡を落とす、毒、なるほど。進化の奇跡を落としてしまえば、まあ、いくらでも立ち回りはできますんで、まあ、そういう意味ではですよね。ここ多分向こうからすると、もう、ラッキー、でもラッキー捨てはないですよね。ってなると、いや、ちょっと難しいんですけど、ここ。とりあえず、ヤートム投げますね。いや、さすがに引くでしょって思うんですけど。僕だったら引くんですけど。ていうか、そもそもランドに畑入れられる前に引くんですけど。引きますよね、さすがにね。あれですよね。無道ですよね。抜けぬん抜けぬん、あ、そう、なるほど。抜けぬん。抜けぬん、抜けぬん、抜けぬん、抜けぬん。え、なるほど。まあ、トンボを読んで、トンボを読んで何しに来たんだかよくわかんないですな。よくわかんないですが、とりあえず、炎技一発透かしに来るのかどうなのかですかな。助けは助けでしょう。背面だけ見るのはちょっとどうかと思うんですが、まあ、メガネ、オバヒはやばいと思うんで、とりあえず撃ちますかな。まあ、助けですな。なんか怖いですね。非常に怖い。非常に怖いですね。毒、こいつも毒持ってる。まあ、裏のポケモン全部一応、落とせるっちゃ落とせるんで、抜け人は。もうなんか合ってないようなもんだと考えていくのが一番いいんじゃないかな、みたいな感じですかな。そしたら、まあ、ここはバックするでしょうっていうのを読んで、どうですかね。ヤタグロス投げますかな。ヤタグロス、きついですかな。きついですな。こうですかな。まあ、いろいろ考えていかなきゃいけませんな。抜けに捨てることは多分ないと思うんで、多分最後に残るのは抜けになはずなので、受けループだったら。ってなると、ラス1は多分ね、無道なはずなんですよね。抜け人バック、ラッキーでしょ?ラッキー、はい。で、ここちょっと難しいですね。ここはまあ、普通に考えたら自信透かしに来るところなんですが、裏のポケモンに一貫していて、かつ、抜け人が倒せる技っていう考え方をすると、ストーンエッジ一択なんでエッジ打ちますかな。ストーンエッジ!命力 !7 割は10割。それが役割論理。普段のモッティとは違うぜ。7割が3割なのがモッティ。7割が10割なのが役割論理。最強ですね。とりあえずあとはランドロス取っといて、無道突破すればいいんで、ここ一回あれですね。難しいですな。ちょっとでも無道がだいぶ薄いんで、ちょっとそこだけが苦しいですな。サザンがいればもう勝ってましたね、ほぼね。とりあえずは、はい。ちょっとごめんなさい、鼻水ズルズルしちゃって。ちょうど今鼻水ズルズルのターンで、挑発ありえないありえないボーナスですな。ボーナスなんですが、ただ、無道突破できる技がこれと言ってないんですがな。まあ、とりあえず一発目は冷凍パンチ打ちますかな。まあ、あとあれなんですな。一回ここランドもう一回バックして、畑連打でもいいんですけどね。したら5つ目で、あとはアムハン連打するとか、ま、いろいろできるんですかな。はい。まあ、雷パンチある以上は、向こうも、なかなか引くに引けず、みたいな難しいところがあると思うんですがな。まあ、鉄壁はいくら積んでいただいても、感じですかな。で、とりあえず、そうですな。まあ、どのタイミングで何が飛んでくるかですからな。あとは、ヤートムの、あれを、そうですな。ここヤートムですな。で、タクですな、一回まずタクですな。メガネなのが痛い。メガネじゃなければ勝っている。メガネなのが痛いですな。アイヘー全然いいです。全然いいです。アイヘーごときじゃ全然ひるまないんで。さあ、ここ勝負ですな。ここタクタクさんですな。ここタクタクさんですな。ここどっち投げるかによりますかな。いや、おばひでいいんですな。あ、そうですな。おばひでいいんですな。一貫してますな。おばひでいいですな。オッケーですな。あ、行きましたな。詰めましたな。しっかりおばひ当てていく。素晴らしい。あとは、いや、ランドロスで、叩いてればいいのか。おマジか。いや、これは結構、あれでしたね。ボーナスステージでしたけど、割とやっぱり、あれですよ。役割論理と受けループどっちが最強かって言われたら、やっぱ役割論理ですな。役割論理ですな。ちょっと自分の普段の喋りと、ロジカル語法が混ざっちゃって、なんか、ぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけど、ちょっと、そこは、慣れていくんで、対戦感謝以外ありえないやった、言えた。これ言いたかった、ずっと実況動画で。はい、対戦お願いします。
いやー、あと、僕聞いたことがある。ちょっとコメント欄のコーナーいいですか？このタイミングで。僕、役割論理のコーナーで、コーナーじゃなくて動画で、昔聞いたことがあって、最近あんまり聞かない話なんですけど、役割論理って、完全無敗な論理なんですよね。構築なんですよね。絶対に負けないんですよね。勝率 100% なんですよね。だから、万が一何か事故って負けた時に負けましたよって動画を上げちゃいけないんですよね、確か。ちょっと詳しい方いたらその辺ちょっと僕に教えていただけたらなって思うんですけど、なんか最近割と役割論理の動画でも負けてる動画多いなとか思って、あれもう昔の話なのかなそれとか思いつつなんですけど、ちょっと話はそんな話どうでもいいですよね。とりあえずですな、とりあえず誰がいいんですかな。とりあえずは、そうですな。まずややら投げますやな。ややら投げてからの、ヤザンドラヤルガルドですかな。それだとあれですな。リザがきついですな。リザが結構きついみたいな話をちょっとチラチラ聞いてたような気がするんですがな。ヤザン、そうですね。この2匹でいきますかな。はい。対戦よろしくお願いいたしますぞ。まあ、とりあえずあれなんですよ。役割論理知らない人に説明すると、普段僕が、ありえないとか、あと何言ってましたっけ、なんか、何個か言ってるんですよね。あれ全部役割論理のロジカル語法っていう、まあ、その専門用語なんですよね。そう。なんですよ。なんですよ。まあ、あんまり元ネタ知らない人からすると、何言ってんだこいつ、オタクかって思うかもしれないけど、まあ、オタクですけど、そういう過去があります。はい。まあ、とりあえず相手ロズレイド、ギャラドス対面、普通に何をしてくるかって考えたら、まあ、ここはリフストか、そういう Z だと思うんですよね。まあ、毒技っていうところも考慮して、ここは一旦、ヤルガルドにバックでいいですかな。まあ、出し負けは素直に引く。そう。ほんと初心者でも分かりやすい。昔のポケモンってほんと攻撃技しかなかったじゃないですか。ケンタロスが強かった時代。ギガドレ。うん。いいですな。なかったじゃないですか。なんかそういう頃に比べると、やっぱりこう、ちょっと難しくというか複雑になりすぎてるんで、今のポケモン自体が。そういう意味では、かなり、いいかなって思うんですが、これどうしたらいいんですかな。これメザコーリ。メザコーリよりは、後ろを読んで、もう一ぶっぱしちゃった方がいいですかな。いや、まだですな、多分。まだですな。まずメザコーリですな。あんまりメザコーリ自体が、メザファイヤー持ってますかな。よく、あれですな。弱点保険だったらどうするんですかな。じゃ、普通に弱点保険キングシールド系だったらどうするんですかな。Z 打った方がよかったですな。まあ、多分、タスキでしょう、おそらく。メザコーリ、硬い、急所でこれ、硬くない？直帰かじゃん。直帰か。直帰は嫌ですな。いや、ゴースト Z 打つべきだったか。メザファイヤー打ってくる。なんかここ交換読んでヘドバックとか打ってくれたらだいぶありがたかったんですけど、まあ、しゃあないわな。ちょっとこれは、まずいですね、だいぶね。とりあえずサザン投げるじゃん。で、いや、とりあえず、そうだよな。ロズで倒さないと、先に進まないから。いや、アクハじゃ落ちないよね、多分。文字打つしかないよね、きっと。オッケー！てか、遅くない？え、めっちゃもしかして耐久に振りまくってるロズレイドとか、そんな感じ？てか、サザンで上取れるってだいぶあれじゃないですか。一応ちゃんとね、そこら辺の努力値ぶりとかはね、しっかりやってるんで、HC ぶっぱですよね。サザンドラはちょっともしかしたらあれですよね。244ぶりとかだったかもしれないですけど。さあ、サザンドラが出てくる。これは、引くしかないですよね。そう。だから素早さは完全に負けてるんで、もうこういうなんか同速、てか同ポケモン対決はまず、後手に回るんで、役割論理っていうのは。まあそういうところを加味しながら立ち回っていかなきゃいけない。格闘 Z！ いや、マジで、考えうる Z の中で一番ありがたいの来た、マジで。多分、アクゼットドラゴン Z だったのちょっと負けだったから、なんか首の皮一枚みたいな。これ交換でしょ？これリザバック読み悪定とかでいいですか？挑発居座りかよ。マジか。赤テール、どんだけ入る？全然入らなさそう。ああ、でもまあまず、なんかこの辺はさすがギャラって感じですね。じゃあこういうの牙？あか、バックできない。マジかよ。うっそー。マジで。これ落ちない。マジか。マジか。どうしよう。
え、でもサザンバックしたところででしょ。でも流星打ってこない。いやでもアクテかな。いやアクテかな。あかー、とりあえずもうひるみは考えられないんで、もうひるみはする。うん、残るアクテ。うおー、当てていく。結構スレスレだったんだけど。いやこれがやっぱあれですよ、 HP ぶっぱの効力ですよね。普段の S とかに振ってるギャラドスだったら絶対耐えないですからね、この辺。さすが役割論理。あー、なるほど。なるほど。ってことは、もうこれはアクテ打って、上から殴って勝ちで OK？ アクテ！どうだ？勝った！ HP ぶっぱ。え、半分？うぅ、5つ目か。5つ目 HP。なるほど。生ケット。生ケット。いやでも生ケットあったとしても HB でしょ、多分。だってギャラのアクテ、A 特化のギャラのアクテこんだけしか入らないんだったら、D 振ってないでしょ、さすがに。え、じゃあ赤で勝ちなんじゃないの、これ。いや、わかんないけど。いや、わからないですけど。向こうにどれぐらい通る技があるかわかんないですけど。赤どんだけ通るよ。なんでさ、一抜群技よりさ、赤の方が入る。あ、どっか勝ったわ。勝ちました。対戦ありがとうございますですな。なんつった、対戦感謝以外ありえない。これは赤派で、まあ普通に勝ちですね。だからこの辺の命の玉サザンドラのさ、微妙なこの火力、内訳ができて勝つ、火力が微妙に底上げできる。いやもう中途半端とは呼ばせない。さすが、サザンドラ。役割論理といえばサザンドラか、ラティって、偉い人が言ってた。対戦ありがとうございましたですな。いや、いいですね。え、なんか結構さ、このパーティーいいね。なんか、楽しいですね。結構首の皮一枚繋がった感だったんですけどね。はい、対戦お願いしまーす。まあ、ぜひ、役割論理に詳しい方はですね、ちょっと僕にご教授いただければと思っております。まだまだ、未熟者というか、役割論理自体には興味あったけど、初めて潜ってるんで役割論理で。まあ、ちょっと拙い点多々あると思いますけど、まあ、そこら辺はご容赦いただきたいなと思います。はい、言います。とりあえず、そうですな。ガッサってどうするんですかな、このパーティー。ガッサ、上から殴られて、上から報酬ファサーで、負けじゃないんですかな。え、結構難しくないですかな、そこら辺。そう、めっちゃ思うんですが、どうしたらいいんですかな。まあ、とりあえずランドロス投げますな、そしたら。ランド投げて、ヤートム投げますかな。ヤートム、素早さ的には、ヤルガルドが一番早いんですかな。ヤルガルドは、でも欲しいかな。欲しいかな。あった方がいいですな。で、そうですな。サイクル回すためにヤヤロですかな。まあなんか、ギャラドスはものすごい、過労死するってよく聞くんで、多分強いんで、迷ったらギャラドス投げとけって、思うんですけど、合ってます。はい、対戦よろしくお願いします。なんか、どの動画見ても、とりあえず困ったんで、ギャラドス投げますっていうのをみんな口を揃えて言ってるから、あ、なんかギャラドス投げときゃいいのかなって思ってしまいがちな初心者。まあ、未プレイ勢あるあるでしょうね、この辺はね。いや、なんかね、ヤケモンにも1軍とか2軍とかがあるらしいので、まあ、とりあえず今日のパーティーは全部1軍で並べてみたんですけど、まあ、2軍、3軍、3がないのか、2軍とか1軍候補とか、まあ、いろいろあるみたいなんで、ちょっとそこら辺は、いろいろ試し試しやっていこうと思いますな。とりあえず、ボルドランド対面ですな。そうですな。メザ氷とかを呼んでバックするのが一番綺麗な気がしますが、悪だくまれちゃったらそれでおしまいですけど、まあ悪だくみなんてないでしょう、みたいな。そうですね。メザ氷打ってくると思うんで、ここは引きますな。さすがに、メザ氷持ってないって、持ってなかったらアウトですけどね。はい。メザ氷ですな。まあ、ここら辺は、なんか、ヤーティーっぽいやつですな。で、こういうサイクル戦になった時に、相手にめちゃくちゃ負荷をかけていくのがヤーティーですな。で、これ誰がバックしてくるかっていうのを見た時に、氷の一貫性があるんで、ルカリオ以外はどうにかなりますなってなった時に、ここは冷凍パンチを一発ぶん殴るんですな。さあ、ボルトバック。ルカリオいる。ルカリオいる。まあ、ルカリオ読んでっていうのもなくはないですけど。ちょっと無理くりすぎるんでね、そこら辺は。まあ、あとは特殊なのか物理なのか、まあ、そこら辺が。まあ、ゲンガーがいるんでおそらく物理だと思うんですが、とりあえず、メタグロス冷凍パンチ。えい。なかなかのダメージですな。で、素早さ的には向こうが勝ってるので、そうですな、どっちを投げてもいいですかな。どっちを投げた方がいいのかなってなった時に、どっちの方がいいんですかな。
ですよね。ギャラですよね。多分、なるほど。ラティが出てくる。ラティが出てくる。なるほどですな。相手のパーティーが3体割れたので、ギャラが多分役割一番薄いような気がしますね。ここは、まあでも、これ氷の牙が今一貫してるんで、これは交代戦に有利なのではないかと思っているんですが、果たしてどうなんですかな、みたいなところですな。とりあえずまあ、電気技知らん、みたいな感じで。瞑想マジですかマジマジ瞑想マジ瞑想マジ怖いんですけど。あんまりじゃあ積まれる前に、これはあれですね、引いた方がいいかもしれないですかね。氷の牙受かってないですな。これが、ヤーティーの火力ですな。最近ね、撃たれますかな？いや、撃たれてもいいですな。ゼットドラゴンはやめてください。ゴースト？さすがの耐久ですな。氷の牙！とりあえずラティアス突破していく。これは、よしですな。これ、あとは、あれですな。これ、ラティじゃないわ。ルカリオに対して威嚇を取っておくか取っておかないかみたいなところですけど、ルカリオから来ますかな？あー、ここどうしますかな。インファ撃たれたら結構辛いんですが、そうですね。いやいや、まあ、グロスとランドで多分見れると思うので、残りの2匹、と思うので、そうですな。ここはまあ、自信を素直に打ちますかな。はい。まあ、ここはギャラドスお疲れ様でしたな、っていう感じで。まあ、悪巧み剣舞だけ身代わりとかも込み込みですけど、まあ、とりあえずは、そういうところケアの自信。向こうは冷凍パンチ。まあ、さすがに引けない。そして、ドーンありえない運命力ですなこれぞ運命力ですなモッティだったら、運悪く、そのまま凍りついて終了のお知らせでしたが、やはり、役割論理ですな。役割論理に入れば氷だって溶けるんですな。わかりましたかな、皆さん。これが役割論理の力ですな。あんな、不幸の塊のモッティみたいな輩が、こんだけ動けるんですな。これぞ、これぞ役割論理ですな。対戦ありがとうございました以外ありえない。間違えた。対戦感謝以外ありえない。強すぎますな。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ポケモンウルトラサンウルトラムーンシーズン3本日からスタートです。モッティの実況はですね、役割論理と受けループと題して、まあ、最強の攻めと最強の守り、どっちが本当に最強なのかみたいな、まあ、そんな実況やっていけたらいいなと。あとジムリーダーのやつもやります。お楽しみに。あったかくして寝ろよ。